で一時期覗いて受給をして虚心坦懐受給をして判断すると、これに変わりありません。靖国神社に参拝することは戦争賛美とか軍国主義の不可と受け取られることは大変心外であります。むしろ二度と戦争をしてはいけないという気持ち、これによっていくわけですし、やっぱり歴史というものをよく思い起こしながらも